皆様こんばんは。今日は未来自宅の部屋のトーク、田中泯さんをゲストでお迎えしています。でこのシリーズは、私は当館の館長の長谷川と申します。でこのシリーズはもう何回か来てくださった方はおなじみだと思うんですけれども、まずお正月は寝たままでは来ない、お正月は支度をしないとお正月というのは来ないという私の祖母の言葉から発想したことです。で今いろんなことの変化が起こっていて、気候問題だとかいろいろな紛争とか、私たちの周りの環境がどんどん変わっていく。このままでは私たちは未来をきちんとお迎えするための支度をしないと未来というのは来ないんではないかと、そういう意味でこの未来自宅の部屋ということを始めました。で建築家の方やデザイナー、いろんな方を呼びして、当館にご縁のある方、そして一緒に未来に向けての考え方を語ってくださる方を毎回お招きしています。で今回は本当に田中泯さんという、素晴らしい、泯さんはダンサーということなんですけれども、泯さんは皆さんご存じだと思いますが、俳優さんとしてご存じの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最初はモダンダンス、クラシックバレエを学んでらして、それから本当に独自の踊りを自分で模索され始めたということです。で身体を磨く、あるいは身体をきちんと振り返るために、1985年から白州山梨に移住されて、で農業をされて、農業の傍ら、今日もじゃがいものお世話をしなきゃいけないから帰んなきゃいけないってずっとおっしゃってるんで、じゃがいもを待ってくれませんかねみたいな話をしてたんですけれども、そういう非常に繊細な環境や生命に対するお気持ちと、それを自分自身の身体を毎日顧みるという日々の中で新しい踊りをされています。で特に今日は場踊りという、ちょっと難しい場所を踊る、その場所で踊るんじゃなくて場所を踊るということについても、本当に泯さんの身体を通じて、このここのいらっしゃる泯さんのお言葉を通じてないとなかなか伝わらない、そういう大切なお話をお伺いしたいと思っています。そういうところから、最も農業をして自分が毎日確認する基本的な体の中に未来の体のヒントがあるということをお話しいただけたらと思います。では泯さん、よろしくお願いいたします。このままでいいんですね。皆さんこんにちは、田中泯です。帽子かぶったままでいいですかね。何なったらこう逆にしますこうやると顔が見えるという、ああそうか、テレビで見た顔だとかってあ、これいいですね。紹介されて何考えていたかっていうと、言葉で田中さんはお百姓さんやってます、農業やってますっていう、確かにそれで通じるんですが、実際の僕が実際やっている、その40歳の時から農業始めたんですけども、その畑に出かけているいて、畑で思ったり感じたり、それからやったりしたことの数ってすごいですよね。でこれは皆さんも全く同じで、たとえ農業でなくても皆さんの人生の時間っていうのは、言葉で語ったところで本当は全然埋まらないだけのものを皆さんすでに持ってるわけですよね。それでも私たちは一生懸命言葉を使って、なんかもっと近くで感じ取りたいとか、もっと知りたいとかっていうことを、多分日常的に僕たちはやってるんだろうというふうに思います。僕は子供の時からそういう癖といいますか、いろんなことに対してどうしてなんだろう、どうしてなんだろうって一年中思っていた子供だったんで、なんかそれ未だにこう続いていましてね。それで何かこう常識と言われているものが社会にいつもこうあるんだけども、なんかその常識だからって言われちゃうと、もうなんかへそが曲がっちゃうんですよ。そうかなそうかなって思って、で
まあ現実に僕は1945年のその終戦の年の3月に生まれているわけですけども、さっきもあの館長からおいしいビスケットどうって言われていただいて、こんなものはなかったよなあの頃はっていうふうに、僕の一番のおやつはさつまいもだったんです。そしてうまくいくと白菜の漬物とかそういうものと一緒にさつまいも巻いて食べたりとかしてたのよく覚えてるんですけど、小学校に入ってそれが、そうですね、7年8年経ってくると、学校の校門の前でコッペパンを売ってるおじさんが来たんですね。でもびっくりして、食いたくてしょうがないんですけど、売ってるわけですからただでくれるわけじゃない、家まで走って行って、でももう逃げもなく母親に、そんなお金どこにあるんだって言われて、そりゃそうだと思って我慢して、やがて食べられるようになるのはそれから1年2年経ってからですけども、でもその当時のものってこんなうまいものが世界にあるんだろうかって本当に思いました。その食べ物の新しいもの、見たこともない食べたこともないものを食べた時のあの感動は多分今の子供たちは絶対ないでしょうね。もっとおいしいものがある、もっとおいしいものがある、もっとおいしいものがあるって永遠にそれ繰り返されるんじゃないでしょうかね、きっとね。これで結構体は味覚という感覚っていうのはあの頃の本当に飢えていて、そして飢えるというよりないですから、食べるものは探しました。本当に桑の実を一生懸命摘んでバクバク食べたりして、ポケットが紫色になっちゃうんですよね、指まで紫色になって、それで学校行ってもすぐみんなにバレるとか、それから川では魚を夢中になって取る、そしてそれをバケツいっぱい持って母親に天ぷら作ってって言ったりとかして、そうやって自分で素材を獲得して食べるっていうことにもつながっていた、そんな時代でを経て僕の体はまああるわけです。でやっぱ体っていうとね、やっぱり僕一番思うのはその体のことをその科学者たちが一生懸命細胞を研究したりいろんなことを研究していて、で、まあ、僕番組見るのが大好きで、山中先生なんかの話とかこう聞いていて、体のネットワークっていう話とか細胞のネットワークとかって話をすごく大切に聞いて録画しておいて定期的に見ていて学習を進めたりなんかしているんですけれども、はっきりしているのは人間の社会、それから人間の体の周辺はどん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 時間が経って、そして新しくなっている、あるいは便利になっている。だけれども体はまるで取り残されたかのように古代のまんまなんです。かかとから来る刺激を受けて初めて体はエネルギーをぐーっと醸成させていくっていうのは、もう科学的にはっきりとそういうネットワークがしてるわけですね。ですから自転車ばっかり乗ってる人たち、それはもちろん自転車も素晴らしい体に対して刺激を与えますが、かかとの骨に刺激がいかない暮らしをしているとちょっと厄介なことになるっていうことがはっきりと学会で発表されたりしてます。一番嬉しかったのはやっぱり体は、古代のまんま、ちっとも進化してない。人間って本当に進化しない生き物なんでしょうね、きっとね。だって他の昆虫とか、昆虫なんてすごいですね、魚もそうだけども、どんどん羽化したりねしてるじゃないですか。でおまけに擬態までやったりとかして、さなぎになったり眉まで作ったり、すごいですよ。人間何にもできませんからね今や。これで子供を作んなくなったらもうとにかく何にもしなくなる。
でいかにもこう近くに優れた生き物かのようにしてますけど、私たちの近くって本当に他の生き物から比べたらもう万分の一の能力もない、残念ながら。それを頭で全部やってると思い込んでいるこの私たち、嫌になりますよね。喋んなきゃよかったかな。なんでこんなに僕を解放するんですか。もう少しやりとりがあると思ってたんです。ここはあの美術館なので、アーティストをお迎えするときは基本的に話し合いっていうのが私のポリシーでして、丸い建物なんで本当はここで踊り狂ってほしいんですけども、ちょっとそれぞれ怒られるんで、とりあえずここのシアターに閉じ込めて、ちょっと好きなだけこうお話をしてもらおうっていうのが今日のはい、フレームなんです。ね、展示してあるんで、はい、今、はい、はい、僕は体の話をね、今早速しちゃったんですけど、僕はこの体を、もちろん長い命の始まりって言いますか、生命、地球上に生命が始まった時からの命を僕は引き継いでいるわけですよね。地球上に生命が生まれなかったら私なんか一個ないし皆さんもいないんですけども、偶然人間なんていう生き物に僕はなってきて、この時代に今こうやって生きている。でこれは誰かが操作したわけでは全くないわけです。要するに命の欲求が交差しているわけですよね。で、たまたま僕の父と母の間に私は生まれてきました。でもそのお父さんが私を産んだわけでもないし、お母さんが私を作ったわけでもなくて、彼らの体の中のたった一個の細胞が愛し合ってこういう格好になっちゃったんです。そうですよね。たった一個らしいですよ。たくさんたくさん精子を作ってるのに、なんでしょうね、本当に。でもこれは結局私たちの体っていうのは元を正せば一つの細胞から成立した、その流れの中に現在はここになって、これから先どうなるか分かりませんよ。でも少なくとも現在はそういうところに来ているということだろうと思います。でもちろん僕は父も母もすごい尊敬してるし愛してるし、彼らのところに生まれてきてよかったなって本当に思ってます。もうとっくにとうに死んじゃったんですけど、僕の少なくとも性格は彼らからのを身を見まねで始まったような、僕の性格の旅が今だん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 こう定着してきてて、そしてそれがあったおかげで僕は随分得をしてるなって思ったりもするようなことがあります。にしてもですね、生まれてきた子供たちは子供と、僕も赤ん坊として生まれてきたわけです。そして何年かするとその中に私、俺、僕っていうやつが生まれてくるわけですよね。ですから僕は多分私っていう人間は体を与えられて、そしてその体の中に私という意識を産んでくれたわけです。それは私が産んだんじゃなくて、おそらく命の伝統なんだろうとは思います。でその間の何年間かっていうのはどうしても思い出せないんですよね。多分その記憶っていうことよりも自分がしているということそのものにこうつながるこうものがまだ脳と一緒にこう動いてくれていなかったんでしょう。でこの私が要するに社会を認知していくわけですよね。でもその私はいつもこの体の中にいるんです。どこにいるのかちょっとよくわからないんですけども、脳だっていう方もいらっしゃるけども、でも今私たちの体の中には脳よりもアクティブに全身を動かすために活躍している、まるで脳のような場所もたくさんあるっていうふうに言われてきてます。
脳が、あれは何先生だっけな、が唯脳論っていうのかな、脳が 脳さえあればっていうようなことを、そんなこと言ってないかもしれません。養老先生ですか、養老先生、ね、養老先生みたいに。でもあの人は昆虫の学者でもあるし、随分面白いこともおっしゃってて、あの番組一生懸命見てたりしてましたけども、あのそういう意味で唯脳って言ってるわけじゃないとはもちろん思いますし、ただこう脳は考えれば考えるほどやっぱりすごいもんだと思うし、でもですよ、その私とこの体っていう、実は今まではあの20世紀の時にはそんなにたくさん起きなかったんだけど、その前の過去の5世紀ぐらいはいつも世紀末になると言葉と体、言語と身体というのが大きな哲学的テーマになって、いつも立派な執筆者が現れていたんですよね。でも20世紀の時はそんなに活発にあの出版界っていうか物書きの人たちも言語と身体っていうのをテーマにするようにはならなくなりましたね。ここら辺でやめておこうかな。いいですか、すいません。いいえ、あのやっぱりまあどんどん近代化されて機械化されていって、で私たちの身体性みたいなものがかつて、まあ、私たちを取り巻いているものの中の一部として事前にあるというよりは、あの機械にどんどん代替されていく、で私たちはどんどん、まあ、ある意味で弱くなっていっている、で身体感覚が拡張してるっていうんですけど、身体そのものはあの本当にあの弱まっていっているっていうのが、あのあると思います。で代わりにその情報っていうのが非常に出てきたの で、ね、脳の部分っていうのがあの非常に肥大化している、はいはい、だからやっぱりその前の5世紀っておっしゃった部分と同じようなことが起こらなくなったのはあのそれだと思います。そうですね、はい、あのでもこれは間違いなくない事実だと思うんだけど、体の中に私が生まれたわけですね。そして最初の最も大事な私の環境は体なんですよね。体以上の環境はないんです。でこの体がこの皮膚でくるまれている私が触ったり舐めたりいろんなことをしながら環境を広げていって、そして世界になり地球になり宇宙になりしてきたわけです。その順番がね狂ってくるとちょっと変なことになりますよね、はいはい、だからやっぱり基本的に、まあ、子どもが客観という世界を知るのは何か当たって痛いっていう、その痛さっていうことから、うん、あの自分と世界外界があるってことを知るっていうことは言われてるんですけれども、あの今ミンさんがおっしゃったみたいに、あの本当にその最初私という身体があって周りを確認していってから、あのどんどん環境というのを拡大して、皆さん環境というのは関係性だと思っていただけたらと思います。今エコロジーって言葉っていうのはやっぱり関係っていうこと、関係の連鎖であることをどれだけ意識しましょうということが一つのエコロジーだと思います。だからミンさんのおっしゃっているどんどん自分の環境が広がっていって、でもその環境を広げていくのは身体があの基本にあって、環境ですっていうものが今あらかじめ何か文字化されたり情報化されたりして、それをあのなんか説明されて与えられている、つまり自分の身体で確認されて作った環境じゃない疑似環境みたいなものが与えられている、うん、そういう乖離っていうのが今の、まあ、ある意味で自然破壊のこととかそういうことをあの起こしてしまっているのではないかと思います。もし自分の身体が外とつながっているんであれば、それを破壊したりそのことを憂慮しないっていうような行動は取らないと思うんですね、自分で確認していってたら。そうですね、はい、まあ、時間がね、時間がこう確実に動いているっていうのは地球が回ってくれているからですよね。でこの地球が太陽の周りを回っているから私たちは時間を歴然と感じることができるわけですよね。でこれおそらく僕たちが生きている間なくならないし、おそらく当分はなくならない、なくなる前に地球がダメになっちゃうかもしれませんけども、これこの真実というかは不思議ですよね。地球の軸地軸っていうか、この軸がわずかずつ動いてるそうなんです。そうすると
時間っていうのがこうまるで正確にこう同じ線上を回転しているのかっていうとそうじゃなくて、僕たちがまあ一生同じ点に立っているとすれば絶対同じ点に戻ってこないというこういうことになるわけですよね。かっこいいですよね。決定的な螺旋の上に私たちはいるんだっていう、まあ、それをもう昔から私たちの先祖は知っていて、輪廻っていう言葉があったりするわけです。素敵なんですよ。そのくらい未来ってそういうもんだと思って、さあさてさてその未来に対して私たちはどういう切り込み、あどういう思考、どういう地球に乗って生きていったらいいんだろうかっていうようなことなんだろうとは思いますね、はい、もちろん皆さん一人一人時間に対する感覚って違うと思うんです、おそらく。そしてそれぞれが唯一無二であること、これ分かりますよね。人間って一人一人全部違うんです。指紋でしょ、で DNA でなんか鑑定できるわけじゃないですか、はい、特定できるわけですよ。ということはどんな一人でもたった一人なんです。これぜひ忘れないでほしいんです。でたった一回の人生です。二度と来ないんです。あなたのまんま生まれ変わることはありえないんです。これもう始まって何分経ったのかな、はい、僕らはもう未来にどん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 行ってますからね、20分ぐらい経ったと、こういう時間感覚の中で実は生きていて、結構未来にこう引っ張られてるわけですよね、はい、来い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 って言われてる、はいね、誰が来いって言ってるのか分かりませんけども、はい、まあ、時間っていうのは本当にもしうんと集中していれば、踊ってる時なんかそうですけども、集中の度合いによって時間の長さって全く違って感じられますし、そのウェーブしているようにこう時間がねギューッと縮まったりうわーっと伸びていったりいろいろしてるわけですけども、これも不思議ですよね。でそばで時計がカチ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 言ってるっていうこの不思議さってないですよね。決して時間は私たちを解放してくれてるわけではないんだけども、でも僕たちは時間の上で正確に遊んでるような気がしますけども。だから時間っていうのはだから本当に今ミーさんがご自分の時間の中ですごく時間が拡張したりとかすごくキュッて縮まったりするっておっしゃったんですけど、やっぱりこれ時間論って2つあるってご存知だと思うんですけど、カイロス的な時間、それは人間中心、私中心の時間で、もちろんそれは動物だったりヒョウだったりライオンだったり自分の時間を持ってるわけですよね。それはもうその時間なんであって、その人がすごく例えば1分しか経ってなくてもその人が1時間と感じれば、それはそのカイロス的な時間なんです。でもう一つクロノスの時間というのは本当に時間がきっちり時計で刻まれたような同じリズムで動く時間です。だからやっぱりその人とうまく付き合っていったり合わせていかなければいけないので、クロノス的な時間とカイロス的な時間をうまく2つ一緒にあることを分かりながらやっぱり生きていくっていうのはすごく人間にとって魅力のあるある意味で発見だったり選択だったりすると思います。だから例えば私たちがミンさんの動きは踊りをご覧になった方はものすごいゆっくり動かれるんですよ。だからもう大丈夫かなと思って、こうなんか蝶々が止まったりハエが止まったりしないかなと思うんですけど、この動いてらっしゃる間に。だからそういうすごくゆっくりの時間っていうのが私たちにとってすごいゆっくりでも、ミンさんにとって非常にナチュラルな時間だったりする。それはその場所の空気を少しずつミンさんの体の中にこう吸収していったり、気を感じていったりするために必要な時間だったりするのかもしれないと思ったりします。だからはい、はいはいはい、踊り、僕にとって踊りっていうのは人間のこういわゆるいろんな速度感ですよね。体、まあ、その一番いい例は体を動かすという速度で、まあ、個人っていうのはおそらく環境からだとかいろんな影響を受けながら、その人の心地のいい速度っていうのをおおよそ皆さん持ってますよね。ですから今僕がこうやって喋っているこの喋る速度もどちらかって言ったら長谷川さんが心地のいい速度と
僕の心地のいい速度っていうのは多分喋る時間で違うと思うんですよね。これ俳優をやるときって結構ここら辺はコントロールしないと役はできないんですけれども、あの踊りもそうなんです。動かす速度っていうのでずいぶん違ってくるわけです。ただ一つだけ、あの一番大事なのは動いてる速度と中身が一緒になっちゃう、中身の速度が一緒だとになっちゃう。例えばのんびりっていう言葉がありますよね。のんびりと言われるような動きをしているときに本当に中がのんびりしたらもう踊りは成立しません。そうですよね。でーんと座っている、まあ、まるで地面にこうだらーっと溶けていってしまうような姿勢でこうやって踊っているとする。だその姿勢のような中身になっちゃうともう踊りは成立しないんです。で僕はかなり早くから踊りといってというのは、踊りが踊れる人というのはいろんな速度に自分を合わせることができる人なんです。自分だけの速度、自分が一番心地のいい速度だけでやってはダメなんです。さっき言ってたゆっくり動くっていうのはこれは僕の速度の一つです。めっちゃめちゃ速く動くこともできます。あまりご覧になってないかもしれませんけども、一番楽なのは音楽に合わせて踊ることです。僕はもうしょっちゅう音楽に合ってないですけど、踊りですかって言われ、よく言われますけど、音楽に合わせなきゃいけないなんて誰が決めたんですか。心地いいものは、それはもう音楽に合わせて踊るのは皆さんが踊った方がよっぽど楽しいです。そうですよね。うん、リズムっていうのは基本的にはとっても強力な、方法だと思います。でも人間が作るリズムというのは実は微妙に変化していきます。そっちが普通なんです。メトロノームのようなリズムを私たちは刻めません。もう心臓がもう一番いい証明をしてくれていると思いますけども、そうして要するにどんなに見る方が速度感を僕の体から抽出したとしても中身は踊るときはうんと速くなります。中身の速度、いろんな速度がありますよね。ノートの近くのスピードとかいろんな速度が私たちの体の中にあります。それを総動員してやってるわけです。僕が1974、75年から1982、83年まではほとんどずっとゆっくり踊ってました。1時間に1メートルぐらい変化しかしないような踊りを散々やりました。それもいろんなところです。ただしもう皆さんご存知かもしれませんけど、僕はそれを裸体でやってました。急所だけ隠すという裸体ですけども、それで、頭髪も全て剃って、そして個人的な私個人のをこう表明するような、体じゃなくて、どちらかといったら彫刻に近づくような体で、体も一色に塗った、土色に塗って踊ってました。ご心配いただくように私は何度も捕まりました。今だったらもうやらせてもらえないと思いますね。その当時70年代っていうのはまだいわゆる裁判で野坂昭之さんとかいろんな方が、要するにわいせつという言葉がありますが、今でも、今なんかもっとわいせつだと思いますけどね、風俗店とかそういうところがやってること、それから私たちの知らない裏の裏で行われていることっていうのは本当に悲しくなるほどひどいことが現実に起きています。僕は要するに人間の体が、裸体がゴロンと転がっている、あるいはどっかにうずくまっている、あるいはどっかで夢中で立っている。で、そういう姿っていうのを彫刻じゃなくて生身の体がそういう状態でなっていて、僕はそれを踊りだ
ていうふうに宣言しました。いろんな美術評論家たちがお前のやってることは美術だっていうふうに言って、美術家になれって誘われたことありますけども、嫌だ、俺はダンサーだって言ってずっとダンスというふうに主張して、そのうちに、衣装を少しずつ少しずつ着るようになっていって、なぜ裸になったかって一番簡単なんです。どうして今のような踊りはこうなってきたんだろうかって、どういう歴史があって踊りはここまでやってきたんだろうかっていうことが知りたかったんですね。ですから劇場は、だから劇場の歴史なんてすごく短いです。それから音楽はなぜ使われているんだろうか、から音楽というふうになるまでの人間の歴史はすごく長かったです。で、音楽という形でスコアができたり演奏家が生まれたり楽器がいろいろ発展した、それからそんなに時間経ってないんです、人間の歴史から言ったら。でもましてや客席なんかいらない、劇場で踊る必要もない、そして音楽もいらない、そして衣装もいらないんじゃないか、踊りの世界も他の芸術と似たような、踊りは一番最後の最後に芸術っていうふうになったと僕は思ってますけども、いまだにまあ芸術である必要はないとは思うんですけども、要するに他の分野と分かれるわけですね、分かれていくわけです。要するにそこの美術なら美術というジャンルを確立していくわけですよね。その過程が踊りにもやってきていて、そして、若かった頃の僕から見るとどうも理解できないんです。理解するより先にこういう業界があるんだからっていうふうにむしろ言われるんですね。で、これは僕のスタートラインがすごい良かったって自分でも今でもほっとしてるんですけど、例えば踊りの写真を誰かが撮ります。そうするとその人はアルバム作って番号振って、どれがいいとかって言って、あ、これなかなかいいじゃんって、お金取るんですよ。俺の写真撮って金取るの？僕は最初からずうずうしくそう言っちゃったんです。だから写真にお金を一銭も払ったことないです、いまだに。そうですよね、第一向こうは僕の写真を撮ってそれで食えるのが写真家でしょ。だからなあなあでお互いにね、売れないから僕が買うかっていうようなことをやっちゃいかんのだろうとは思いますけど、でもそれが多分業界のあり方なんですね。でも僕は間違ってます、間違ってると思って、いろんなところでそういうことが起きていたんです。で、そこで思い切ってっていうか考えて裸の踊りっていうのがある日始まるわけです、うん、で、その僕は裸のさっきも言いましたけど、裸の中に、体の中に僕がいるということをそこで行使したんですね。要するにほとんど動いてないわけですよ。でも動いてるんです。その中に自分をしっかりと確保して、自分の体の外側の世界を知覚していくわけです。もちろん見ます、もちろん聞きます、もちろん触ります、あるいは皮膚が感じるもの、風が来れば、それから車がそばをダーッと通れば振動は伝わってくる、さまざまなもので僕は世界を知っていくことができるわけですね。車がバンバン通る通りのガードレールのすぐ下に横になってずっと一日いたこともあります。そういうことばっかりを、もちろん大勢の人の目の前でそうやって踊るっていうこともしました。でも本当に舞台を横切ることすらできないくらいにゆっくりにやってました。で、それでも日本でも随分捕まっていたわけですけども、フランスルーブル美術館で日本の摩天というのは、磯崎新さんが
企画された間っていう概念がありますけれども、あの、はい、竹見さんと2人で、あ、そうですね、はい、なんとそれにこの逮捕歴の多い田中委員が選ばれたわけです。もう驚きでしたね。堕胎の写真ってないよね。多分ないよね。いや、それがフランスから来た、その当時はミッテランさん、はい、ミッテランです。時代ですね。はい、フェスティバルの企画してた、人が文化大臣になったりとかするって、まあ、フランスってちょっと日本からの常識から考えたら本当に、まあ、言ってみればパリに世界中の芸術家が集まっていた時代なんですけども、そこに僕は連れて行かれて、そして、これは自慢の話じゃないんですけれども本当に驚きましたけど、一夜にして僕はパリ中に知られるようになりました。もうびっくりです。もう全ての新聞に大きく写真が載っかって、そして一日一回踊ればよかったはずが、最後には3週間踊り続けたんですけども、最後には1日5回やってました。まあ200人ぐらいしか入らない会場だったん でそのうちに会場から抜け出して美術館の階段とかそういうところで踊り始めると、もっと大勢の人にいっぺんに見てもらえるっていうんで、それからそのうちに今度は他のボザールとかいろんなところが呼んでくださって、大学や学校に行って踊るようにも、なりました。あ、これですか。はい、これは田原圭一っていう、亡くなっちゃったんですけど、初めてパリ行った時もうすでに彼は、これは場所はパリですか、フランスですか、ボルドーっていうところ、はい、地下の潜水艦の基地ですの跡です。ここ忍び込んで行って踊ったんですけど、まあこんなことを10年近く続けてました。で、一番はっきりと僕は公然と言われましたけど、裸になりたきゃ自分の部屋でやれよって言われましたね。恥ずかしくないのかな。テレビではちょうどワイド番組、ワイドショー、ニュース番組みたいなワイドショーっていうんですかが始まった当時です。いろんな人がパネラーになって会話をする。それでも何回か取り上げられてケチョンケチョンに言われました。これはアイスランドですね。で、別にこれはモデルをしているわけじゃなくて踊っている状態がこういうふうになっているんですけども、この裸体の時の感じたりから思ったりしたこと、はい、まあ、思考だったり感覚だったりのが僕にとってはものすごい情報になっていて、うん、資料になってるんですね、うん、で一定の速度っていうか、まあとにかくゆっくりゆっくり踊って、これニューヨーク双方の向こうでナムジュンパイクが見てます。あ、はい、映ってないけど彼らのロフトの屋上で踊ってました。どういうふうに言ったらいいのかな、いろんな速度感が体の中にありますよね。で、それを自分で体験して、そして結局これからよし速度を解放しようって思った時に簡単にできちゃったんです。ですからこれは抑圧されてこうしてるわけじゃないので、この中で僕は学習をしてるわけですよね。そうすると別の速度にふっと乗り換えて、まあ言ってみればシフトができるように気がついたらなっていたんです。うん、だからゆっくり動かす、例えばこのくらいしか動かない体が簡単にこれよりも2倍速いっていうと、これがこのくらいになるわけですよね。
で、モタイ君と簡単にやればもう日常的な速度だったら、モタイではこうなるわけですよね。このそのことをもうどっちか物理的にこう学習したりなんかしている。でそれをやってみなくても分かっちゃうようになったんです。それはすごく面白かったですね。だからやっぱりあのすごい超スローモーションを、はい、私たちが見た超スローモーションで動いてらっしゃるわけじゃないですか、うん、はい、それを維持するためには自分の中にこのちょっとずつ動いてるって意識がものすごくあるわけですよね、逆に言うと頭の中が高速回転している、あのミスさんの意識がもう全部その時間に向けて集中しているって感じがすごくよくわかるんです、だからそのコントロールができるようになったらものすごい高速にも転換することができる、っていう本当になんか非常に興味深い、あの例だと思います、でも中は高速回転、すごいテンションがそこにあるんだと思います、こんなこと言ってるとね、あ、なんだ機械みたいだねとかね、それからあの物のようになってるわけですよね。でも物じゃないんですよね。で僕たちの思考っていうか脳で起きること起きてることって本当にもう信じられないぐらいたくさんのことを脳はキャッチしてくれていて、それでまあ知覚ももちろんそうなんだけど思考が生まれてるんですよね。これシュールレアリズムなんかは、まあ、そこら辺の思考の変化っていうのを自動記述したりなんかしていって、このくらいいい加減なんだっていうことをはっきりと言ってくれたりなんかするわけですけども、このいい加減だったり適当だったりするっていうのはこれはもう本当に素晴らしい脳の仕事だっていうふうに僕は正直思いますけども、とんでもないことを考えることができる。これ皆さん体験してると思いますけど、何かに向かってこうしてやっているはずなのに、いろんなものに僕らチャチャを入れられている。でそっちが当たり前なんだろうと思うんです。そうしちゃいけないいけないと思ってこう行こうとするとおそらくますますチャチャが入ってくるで、気がつくとそれがパニック化していくっていうかね、そういうことってしばしばあるとは思うんですけども、あのですから裸体の字で踊っていた時間すごく長いんですけども、その間にもう本当にいろんな人たちに踊りのことをあの見ていただいて、僕は本当に劇場で踊ることをこの時代はこの裸体の時代は してなかったんで、代わりに本当に尊敬する憧れる人なんかには直接電話をしてお家に行って踊っていいでしょうか例えばどんな方にお電話されたんですか。ロジェ・カイオワとかですね、ミシェル・フーコーさんとか、すごい皆さんすごい哲学者で、で皆さん来ていいですよっていう感じで、そうですね、あのパリの時は、あのテレビで放送されたり新聞沙汰になったんで、あのもう知っていたんですね、見たいと思っていたって言って、まあ、かよわさんの時はもうほとんど目がよく見えないんで出かけられないんだって、じゃあ伺います。なるほど。そういう方がすごくたくさんいまして、でそういう人たちがやっぱりまず裸体で踊ることの意味とか、それから自分がとにかく止まるかもしれない速度で踊っているっていうことをすごく彼らは考えてくれて文章にもしてくれたりなんかしていました。アメリカはスーザン・ソンタクがすぐあのなぜスーザン・ソンタクが僕の踊りを見てくれたのかっていうと、初めて日本に来るときにリチャード・アベドンっていう、アベドンさんという写真家ですね、アベドン、写真家が実は僕の踊り見てまして、でその時は別にあの肖像写真撮るというような大掛かりのカメラ持ってたわけじゃないんで、いわゆる手持ちのちっちゃなカメラでパチ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 撮ってたんですよね。でスーザン・ソンタクが日本に来る前にアベドンから日本へ行くとミンタナカってやつが踊ってるから、それ、ラッキーだったらそれ見れるぞとかって言われて、それは彼女から直接聞いてなるほどなと思いました。嬉しかったですね、すごく。いやもうキリがないくらいいろんな人と会って、僕はラッキーにも
そういう人たちに別に助けてもらったわけではないんですが、すごくすごく意見を言ってくださって、それは多分スタジオで踊りの稽古をしてることをやってたら僕は、うん、会えてはいなかったかもしれませんね。そうですね、うん、だから先ほどおっしゃった会話とか復興というのは、ある意味で近代に対して警鐘を鳴らした方で、会話なんかはある意味で、大変こう古代にも向かって大きなコスモロジーを展開された方なんですけど、はいはい、石が語るという、素晴らしい本があるんですけれども、はい、だからそのやっぱりミンさんの踊りが彼らの中にある原初のものに対する一つのこう考え方、うん、一番プライマルな考え方っていうのを呼び戻したんじゃないかと思うんです。呼び覚ましたんじゃないかと思うんです、うん、でもう一つ、その自分がその身体裸体で踊っている時に随分もういろんなことを学んだというか基礎になったとおっしゃった時に、私はジェームズ・タレルの言ったことをちょっと思い出したんですけれども、皆さんここにもスカイスペースがある、あれを作った作家 で彼は光の研究をずっとしていたんですけれども、彼は言うんですね、盲目の方を私がご案内した時に、ゆう子、この皮膚で光、自分の体は光を見ることができるんだっていう、光は物質だからここに全部目がついてるんだって言ったんですね、彼は。だからこうやってちゃんとこう自分のこの皮膚がこの光を感じて見ていることっていうのをちゃんと分からないとダメだって言われたんですね。で私はそれを呪文のように唱えながらその目の不自由な方のご案内をしたんですけれども、光の領域に入っていくときにその方が私より早く、あ、ここから光が変わってますねっておっしゃったんですね。それは本当にびっくりして、私たちのこう知覚とか身体っていうのは本当にまだまだ私の知らないことだらけだととても思いました。だからちょっとミンさんの身体裸体のプラクティスは違うかもしれないんですけど、私がタレルから教わったことはそれなんです。物質だから、ここに物質が、そこら辺に物質があるんだと、それを皮膚で見て感じなさいって彼は言ったんですね、うん、厳重に目隠しをして、そして壁に向かって歩いていくんですね。それでどこら辺で壁を感じるかっていうのをやるんです。で個人差はもちろんあるんです。でもものすごくこう、要するにその感覚が目覚める人っていうのがいるわけですよ。普通私たちは目が見えない人の真似をすると必ず手をこうやったりしますよね。一番多いのが手なんですけど、次に足をこうやって動かして、でだん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 最後の方になってくると、なんとなくおでこをこうして動かす、座頭市のようにして、あれが一番感じ取りやすいようですね。でも、うん、本当にギリギリのところでピシャッて止まる人もいます。ぜひやってみてください。おそらく最初のうちゴツンとぶつけるかもしれませんが、それはおそらくまだ自分の体を信じてない証拠です。どっか頭でぐる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 考えてるんじゃないか、これかなこれかな、こういうことかなって、それ考えてるとダメです。多分自分に本当にここに壁があるように感じます。僕も何度もやりました。でもその要するに僕たちが本来は普通に日常的に持っている感覚っていうのを、どれかを遮断する、音を遮断するとか目を遮断するとか、あるいは何だろう、匂いを遮断するとか耳を遮断するとかっていうことで、これ結構アメリカの ロサンゼルスの彼は、ローレンス・ハルプリンっていう人が、この人は歩行者天国を始めた人なんですけども、この人は要するに街中をその どっか感覚を遮断した建築家たちですよ、がワークショップと称して、昔はワークショップって言葉はなかったですから、70年代になってアメリカからやってきた言葉ですけども、ワークショップで街の中を歩いて、そして街の設計をしていくっていうようなことをやる人でしたね。
でもこれは踊りとものすごく関係深いことだと思います。まあ、あの環境の話もしてしたんで、あの、まあ、僕の場踊りっていうところにちょっと話をした方がいいのかな、はい、あの要するにこれ話場踊りというところで皆さん面白いですか。ちょっと僕ライブなもんですから、皆さんの頭の中が何考えてるのかなっていうのがね、どうせ分かるわけないんだけども、大丈夫ですよね、はい、なんかね一方的に聞かされてるっていうことは基本的には面白くないはずです、うん、要するにその言葉と同調していく自分を発見することが実は楽しいということなんだろうと思うんですよね。で僕結構気になるんですよ、はい、踊ってる時も誰かがふっと立っていくと、どうしたんだろう、お願いだからトイレから帰ってきてねとかってしばしばあるんですけども、踊っていても人の顔は見えるし、それから人が何をしているか、あくびをしている、あ眠そうだなとかっていうことが結構もう僕にとってはとっても大切な人間の体がしていることっていうか、はい、同じ場所にいて、でもたまたま僕は踊りを踊ってはいるわけですけども、この踊りがどう伝わっていくかというこの環境問題がすごく大切なんですよね。でもやっぱり今の皆さんは多分もうお話を1時間近く聞いてらしたミンさんのお話のリズムとか展開にすっかりもう一緒に共感されてると思うんですね。それってすごい大事で、私があんまりお話を遮らないのはそれで、あの私は実はまあ、あんまり関係ない話なんだけど、あのお能が大好きなんですけど、お能もすごいゆっくり動きますよね。で特に幽玄能はそうなんですけど、はい、大半前半寝てるんです私、うん、はい、ほいであの後半に指定が出てきて、こう私は幽霊で出てきますよね。でその瞬間にパッと目が覚めるんですよいつも、はい、すごいなと自分でも思うんですけれどもこれで今日お金払った元が取れるなと思いながら、これは絶対あの他言無用なんですけど、あのもうそういう身体のリズムがおのおの交換からどっかで見てるんですね多分、うん、多分自分が、うん、でも寝ててその部分でハッと気がつくっていうのがあって、うん、でもそのリズムが大好きで、うん、私おのを見に行くんですけれども、だから隣の人から言うと甚だ迷惑な客だと思うんですけれども、うん、まあそういうリズムというのはすごい大事だなと思います、うんうん、はい、どうぞ場踊りのお話になさってください。はい、戻しまして、はい、最初の方に話しました、あの裸体になった動機っていうか、踊りは一体どこから来たんだろうかっていうあたりをずっといつもいつもこう繰り返し繰り返し、あの服を着るようになってからもずっと考えているっていうか、踊りを踊る人たちの多くは気にならないんですよね。でも僕はどうしても気になっていて、そしてまあすごい大切な大事な舞踊家たちもなかなかそのことはには触れないし、舞踊踊りの研究者もそのことにはほとんど触れないんですけども、踊りって一体何のために一体いつ頃から始まったんだろうかっていう大きな謎があるんですよね。そして、もう一つこう言うと、踊りを私の踊りっていうふうにいつの頃から言い出したわけです。特に芸術の世界では私の踊り私の作品っていうふうにして言うんですが、踊りっていうのは生身の体がやっていて、そして物質ではないんですね。そしてその踊った人は刻々と、そして刻々と違った経験を体にしてます。でそれが同じ動きというか振り付けという言葉にこう、まあ、息をした、残し方をして、そして作品というふうに呼ばれていくんですけども、これって踊りの仕事かなって思って僕は知ってしまうんですね。でまあ僕はこれはもう20年かそこらかな、もっと前かな、やっぱりさっき言ってた体と言葉っていう話にもつながっていくんですけど、人類が言葉を
得て発明して、そしてよりより納得のできるコミュニケーションができるようになる前、他の生き物たちと同じように、鳥でも猫でも彼らは人間が思う十分なコミュニケーションをしているとは思えないんですよね。特に言葉のようにする。さて何してたんだろうかっていうことですよね。どうして、僕は言葉の前に踊り、ただ今この一つ注意していただきたいのは、今私たちがイメージできる踊りそのまんまがその頃にあったとは僕は思わないですけども、でも踊りと呼べるものが絶対に存在していた。そしてそういうものがもっともっと知りたい、もっと分かりたい、もっと関係を持ちたいという、大事なことを伝えたいとかっていうような、そういうことを脳はどん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 脳が進化したわけですね。人間の脳が、そして言葉を生み出す。そのためにはやっぱりその前の拙いけれども踊りが言葉にならないものを伝えていっている。でそれを後に言葉で言うことはできるけれども、その時には全く言葉がないわけですから、多分声は使ってはたわとは思いますけれども、それがそういったコミュニケーションがもっと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 いいものっていうふうにして、どのぐらいの時間が経ったんでしょうか、言葉を使い始めるようになるわけですね。おそらく踊りというものはものすごい言葉に対する憧れ、言葉を待っていたんじゃないかと思うんです。そして言葉がを発見して人間はより豊かなコミュニケーションを取れるようになります。そうなると今度は他の生き物とは違った社会を作り始めますよね。そうですよね。そのとそこから今度はさ、踊りはどういうふうにして現在のようになってきたんだろうかっていう、さらにまた面白い歴史がそこから生まれてくるんだろうと思うんです。でもその当時の踊りはおそらく今私たちが踊りと呼んでいる、皆さんが踊りって言ってテレビで見るような踊りだとか、それからお祭りで見るような踊りだとか、いろいろあります。本当に踊りっていうのはものすごい間口が広くて、そしてこれも踊りだのっていうくらいにすごいものがいっぱいあります。さっきのゆっくりって言ったあれでも、インドネシアの、これはスラウェシ島っていう島の中で、部落はレンガばっかり作ってる部落なんですけども、そこの女性たちはものすごいゆっくり動いて、ここにはないですね、うん、そういうのをしっかりと見ました。でもう一つ面白いのは、ちょうど僕がゆっくりスーパースローに踊り始めた同じ、ほとんど同じ時期にアメリカでロバート・ウィルソンっていう人がやっぱりものすごくほとんど速度のないような踊りを、踊りっていうかパフォーマンスですね、彼の場合は、を始めたんです。これ本当に同時多発じゃないんだけど、示し合わせたわけでもない、会話が成立したわけではないんだけど、ほとんど同じ時期にポコポコってこう生まれてきた一つの方法、ゆっくり動くという方法だったと思います。どこまで行ったっけな、そうだそうだ、はい、うん、人間がねその動くということは、日常的な一つ必要から動く動きと、それを、もうおそらく昔の人は抽象化することは、もうそれこそ壁画でも何でももう抽象化することは、人間散々初期の初期からおそらく人間はやってきたんですね。この能力っていうのは一体どこから来てるのか、僕いまだにわからないんですけども、すごいと思います。ですから動きっていうのはおそらく日常に必要とされている動き
以上にさらにそれを抽象化していったり省略したりするっていうことはものすごくデザインされてやってきたと思うんです。だからといってずっといつまでも新しい動きなんて作れるわけない。ほとんどのことは人間の数がどれだけ生まれて死んでいったか知りませんけどもやり尽くされてるわけですよね。その中で新しい動きっていうものを開発としたらその人たった一個の唯一無二のその人の体が持っている特殊なその人だけのものっていうものを動きに乗せることによってやっと成立するんじゃないかと思うんです。そういうふうにして考えていくと私の踊りっていうのは実は瞬間のもんだと思うんですね。それをまとめて私の踊りというふうにして持続するっていうことは僕はありえないことだと思うし踊りっていうのは動きそのものにあるんじゃなくて人間はみんな一人一人であるということとどうしても言葉以前から続いている言葉にならないコミュニケーションを継続しなきゃならないっていうこれは本能にも近いそれを私たちは未だに持っているということなんです。でそれを担ってくれていたのが踊りですよね。間違いないと思います。でそういうものを私有化できるはずがないんです。ですから僕が言いたいのは場踊りの根拠っていうのは私の踊りを見てもらうんじゃなくてここでその場所で踊りが生まれるかどうかそれに立ち会っていただきたいということなんです。でもっと言うと踊りはコミュニケーションですよね。ですから見てくださってる立ち会ってくださってる人と踊っているいわゆる踊りだと言って踊って動いている私との間に何かが起きることあるいは生まれること同意が生まれるあるいは共感が生まれるあるいはその人自身が自分の体にうごめくものを発見することそれが実は踊りと呼んでもいいもんだというふうに思うんです。まあ、こういうふうに話すと踊りはそこにあるもんだっていうことにもなると思いますね。で場所っていうのは場所の話をするともう本当キリがないんですけども全く人が来たことのない場所って日本の場合ほとんどないですよね。そうですよね、うん、あるいは勝っては来たけど今は全く来なくなったとかって場所っていうのは基本的には、歴史が必ずありますから新たに作られる場所もあるそれから瞬間しか持たないベースはあるんだけどもそこには常に瞬間的にものが来たり去ったりあるいは起きたりしていて変化をしていくその変化の常にただ中にあるような場所もあります。それで僕はいろんな場所で踊ってきてます。本当にキリがないくらいに踊って全部違うんですよね。でやっぱりその時に場踊りっていう時にまあ、例えば私はシャルジャー UAE でやっていただいたんですけどご自分でやっぱりある一定の場所をこうずっと眺めてらして、はい、そこで踊り始められますよね、はい、その場所でここで踊り始めようっていうのは どういうふうにしてそのなんか場所がミンさんを呼ぶんでしょうか、それともミンさんがこれ場所を引き付けて長くうまくしゃべれないんですけどまずそこを見てるっていうのは自分が踊ってる姿をこう、まあ、浮かんでくるんです、うん、踊りが自分の踊りが見えてくるって自分が踊ってる様子がこう浮かんでくるそれはその場所が僕に許可を与えてくれているっていうかそんなようなことがありますね。で日にちが次の日にその場所を見た日次の日に踊るってことになると大概夢で見ます踊ってる様子を、うん、でその通りには絶対ならないんですけれども、はい、でもすごく嬉しくて、うん、それをきっかけにしてやることもしばしばです。じゃあ
その場所ではかなりそのインプロビゼーションで多分あらかじめ、うん、やっぱりフォームを決めないでなさると思うんですが、コレオグラフを決めないで、はい、で自分がどういうふうに場所と、まあ、こういう形で存在していたかっていうのは、うん、後でこう例えばドキュメントとかそういうのをこう見て、あ、こんなふうに踊っていたんだっていうふうに思われることが多いですか？そうですね、や踊ってる時に気がついたこととか、うん、思ったことっていうのはメモをすることが多いですね。メモしておくことが。なるほど、はい。ここら辺はほとんど、あ、これはインドですかね。インドですか。うん、はい、うん、インドはね、5年連続でお正月の後半の2週間っていうのを決めて、はい、毎年インドに行って違った地域に行って、どんな違った場所でずーっと踊って旅するっていうことをやりました。やっぱりインドに惹かれるというか呼ばれた感覚っていうのはどういう？いや、もう偶然です。インドのクーリアッタムっていう5000年前からの演劇と呼ばれている、これユネスコで認定された文化遺産になってる、そこの団長さんっていうかなの娘が、まあ、素晴らしい踊り手なんですけど、なんと僕の村に来て、踊りを披露したり、その演劇も見せてくれたんですけど、僕の踊りのワークショップに参加してくれて、うん、で自分は勝手に、向こうが勝手に私は生徒ですって言い出して、で彼女が毎年毎年案内をしてくれることになりまして、まあこれはもう本当に縁がなせる技ですけど、やっぱり私たちがこうインドの踊りっていうと、どうしてもボリウッド的なそういう激しい踊りを想像するんですけど、そういう方たちがこのミンさんの踊りを見てどういうふうにこう共感されたのかなっていうのはすごく私は好奇心があるんですけど。分かりやすいみたいですよ。そうですか、うん、あの映画の世界のあれはものすごく昔はなかったもので、はい、はい、近年のものみたいですね。そうですか、うん、はい、アンダーカーストの人たちの部落に行ったんですね。その時は本当に彼ら1枚 のいわゆる何て言うんですか、太陽光発電のパネルがブルーシートの家の屋根に乗っかっていてで夜になるとそれがポツッとこうつくんですよ。なるほど。すると時計持ってて、ミン、あと3時間しか持たないからもっと話そうとかって言ってでアンダーカーストの家に泊めてもらって、はい、土の上に布を敷いてやるんですけども、彼らの部落ってそれこそ夜になると象が来るんですよ。で象が、この家は象に壊されたんだよなって言って、象はたまたまお散歩してるんですか？近くに暮らしてるんです、象、うん、はい、でもうその餌を求めてくるとか。そうですね、はい、それで毎日夕方ゾウが来ないように松明をみんなで持って部落の周りをぐるーっと何周かして、でこれで今日は大丈夫だっていう、そういう人たちの部落だったんですけども、いい経験しました。やっぱり僕はどうしても階級がはっきりあって別の階級の結婚ができないとかですね、いまだにそれがずっと堂々とそれが生きている国なんですけど、うん、どこの階級の人も素晴らしいんですよね、うん、なんでこれを縦にも横にも斜めにも駆け抜けられないんだろうかって本当に思いますけど、不思議ですね、はい、本当に不思議。日本でも似たような差別、階級ではないんですけどは未だにたくさんありますよね。それ僕は幸せにも母親が同じ人間だよって言ってくれてずっとその教育を受けていたんで今戸惑うことはないですけども、ただ僕が本当にこう言ったところで現実にそういう場面で本当に自分を貫けるかどうかっていうのは心もとないですけども、うん、でも今までいろんな国行ってこうやってきて、むしろ常に仲間だと思われてきている
このラッキーさはおそらく、うん、僕は乗り越えているのかもしれないななんて思いますけど、はい、でもあのミンさんのお顔ってすごくグローバルでアジア系に見えてもなんかやっぱりあのスラブ系とかアラブ系とかヨーロッパ系とか割とどんな風にでも見える割とかなりグローバルなお顔だと思います、はい、皆さんそう思いになりません、ね、あの背も高いし足長いしネイティブアメリカンに言われたりとかね、はい、これグリーンランドから来たのかとか言われてる、ネイティブインディアンとかグリーンディアン、そうですね、もうなんかマルティですよね本当に韓国行くと仲間のように思われるし、そうですね、うん、本当に、まあ、なんか万能のね、万能な顔ってそんななんのかな万能の体と、まあ、だからやっぱりこう、まあ、そういう海外に出てらっしゃるときとご自分の、まあ、あのその水の中で育たれた日本で踊られるときといろんな神社とかかなり、まあ、あの秘境のようなところで踊ってらっしゃるんですけど、はい、それは日本で踊られるときの感覚はやっぱり どういうふうに違いますか、身体感覚として。やっぱり僕自身はあの土の感触、それも日本の土の感触で、湿気が原則的にありますよね。日本ってあの湿気のすごい強い国なんですよね。で世界的にも まさに湿気が強くて、紙と木の、いまだに紙と木が中心になった建築物だし、日本ぐらい、日本は都会は本当にコンクリートで固められて土が見えなくなってきてますけども、でもちょっと外へ出れば、僕のいる村はもう舗装されている場所がちょこっとしかないです。200メートル道路が舗装されていて、そこから先は全部あの砂利と土の道ですから、そういった意味では体は結構楽ですよね。あのやっぱり日本のその日本人だっていうのは変ですけども、やっぱり風土は僕には踊りを続ける根拠になっていたような気がしますけど、だから多分多くの方が非常に一つの流れとして、身体流れとして関心を持ってらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりまあ土方辰巳さんと、まあ、非常に多く あの、まあ、インスピレーションを非常に得られたというところで、そういう風土と身体ということについて何か一つの一貫して流れるものってお感じになることはありますか、土方さんが、まあ、作られた一つの、まあ、大きなスタイルというのがあったと思うんですけど。まあただ彼はやっぱりあの美しいと言われているものに対するレディーメイドな感覚に彼はすごく反発をずっと最後までしてたんじゃないかと思うんですね。でなぜこの曲がった指が美しくないのか、なぜこの皮膚についてしまったあのシミが汚いと呼ばれなくちゃいけないのか、なぜガニ股は美しくないのかとか、で彼がまあいわゆる東京へ出てきていろんな人から踊りを習うわけですね、レッスンを受けるんですけども、結局自分の周辺で最初に作ったグループの自分以外の人たちはみんな職人さんだったんです。大工さんだとか、その人たちと一緒に踊りを探り始めていって、しばらくしてからプロのプロっていうか、いわゆるスタジオで練習をしていた人たちが彼の周りに集まり始める、うん、と今度は舞踊家だけじゃなくて詩人や建築家や音楽家やもういろんな範囲の人たちが来て彼と会話をし、そして芸術を飾るようになっていったわけですよね、うん、まああの言い方の話をするとうんと長くなって、ただおそらく彼、今日も僕はちょっとはっきり言っておきたいなと思ったのは、彼死ぬ前にもう舞踏っていう言葉を使わなくなっていたんですね、踊りって呼んでいて、でそれまで彼はもう早くから肉体っていう言葉を一生懸命使うようにするんです、うん、でも死ぬ頃にはもう体と踊りっていうふうになっていきました。
で、まあ、僕もそんなことを聞きましたけど、彼は俺死んで30年したらね、もう武闘なんて言葉はドブに捨てるようなもんだ、それでいいんだ、要するにまさに名付けないようもないことを彼はやってたわけですよね。本当に強烈なことをやってました。彼は踊りがなぜこんなに、なんて言ったらいいかな、片手落ちな待遇と片手落ちな理解を日本で、この踊りの王国である日本でこれはないだろうというようなことをずっと考えていたんですね。あのアジアの国々は結構いろんな踊りがありますけども、日本ほどあらゆる時代をの形を残して存在して、踊りが存在している国は世界に全く例がないです。特にヨーロッパはキリスト教のせいもあります、あるいはイスラムのせいもあります。ほとんど踊りがなかったんです。そこに、ジプシーが入ってきたりとかして、で、まあ、ヨーロッパのあの大陸はいわゆる本当に少数民族が追放されてどっかに消えて、ほとんど消えちゃってるんですね。でおそらく彼らは踊りを持っていたはずなんですけども、キリスト教がどんどん発展していきます。侵略までしていくわけですけども、それが作った踊りが今のバレエです。で、振り付けという形は、はい、要するに覚えるために、繰り返し繰り返し上演されるようにするために振り付けという技術が向こうでは生まれたんですね。で日本でこの振り付けっていうふうに訳されちゃったコレオグラフィーを、はい、これもちょっとした失敗だと思いますけども、別の言葉に本当はすればよかったんだろうと思うんですけども、日本語の振り付けっていうのはですね、人の振り見て我が振り直せとかっていうの振りがありますよね。振りって、あの、なんて言うんだろう、擬態でもある、擬態でもあるわけですよね。いろんな言葉にこうなるんですけども、それを振り付けってふうになったのちょっと変なんですよね。で、ある時期の日本のダンスで流行ったのは、実に見事に一挙手一投足寸分も違わないほど綺麗に合っている。これってなんでそんなことしなくちゃいけないんだろう。まあ、バレエはね、コールドバレエって集団で踊るのはそれですよね、基本。いや、それはあれはね、あの要するに貴族に見せたりして、はい、で、まあ、パトロンがバレエはいて、でこれ恥ずかしい話だけど、今でもお客さんに向かって女性はひざまずいて、そしてこうしてやりますね、はい、でこの次にないこの男性は何をするかっていうと、ロイヤル席にこうして手を挙げます。どうですかこの子っていうジェスチャーなんですよね、未だにやってんですよ。伝統ってそういうもんですかね。まあ、はい、ね、続いてですね、あの不思議ですね、はい、日本だってそういうものはいっぱいありますよ。でも確かに僕がいくつだったかな、中学3年生かなぐらいの頃に、もうここで数人しか共感できる人いないかもしれない、赤線廃止っていうのはあったんですね。公然と日本でも女性を男は買うことができた、昭和30年だったかな、うん、違う、35年かぐらいでしょうかね。昭和天皇の、昭和天皇じゃなくて平成天皇の結婚式が35年でしたっけ。その前に赤線を廃止させたんですね。これって世界でこのもう当たり前のようにしてこんなことは起こってきてるわけですけども、今は要するに裏社会で同じような習慣を行使したい男で、まあ支えられてるというか繁盛しているというか、お金はすごく動きますよね。嫌ですよね。
いや、あの皆さんでも思い当たることはいっぱいあると思うんですよね。で、あの平等平等って言ってるけども、その平等という言葉のもとにそれが成立するとは僕は思わないんですね。平等っていうことは違うんです。やっぱり体にそれをが降りてこないと、体がその持ってなきゃダメなんです。体が平等を持ってなきゃダメなんです。ほとんどの言葉って体が持ってなきゃ使えないんです。本当は思ってもいないことを喋るっていうのは本当は体にとって苦しいことなんです。これバ踊りの一番大事なところなんですよ。振り付けられれば踊りますよね。それ振り付けられたらそれやらなきゃ出してもらえないわけですから。でもこれってファッションじゃないですか。世界中でそれが起きてる。でも本当に戦争の足音が聞こえるようにピタッ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 って動く、サッて止まるとかっていう、これって人間がこんなことに夢中になっていいんだろうか。僕はみんな中がそっぽ向いて、全く違ったタイミングで全く違った速度で自由に動いて普通なんだと思う。そっちが普通だと思わないと、僕らはしっかり会うことが常識だと思っていること異常ですよ。だからついこの間明治時代に保釈称さん兵隊さんになるわけですね。あの当時っていうのは前の人の真後ろに歩くのをお客称さんみんな嫌ったんですよ。一列渋滞なんかできなかったんです。それフランスでもミシェル・フーコーが書いてますけど、フランスのお百姓さんも同じようなんです。で、みんな自分の空間をしっかり自分のために作って、そして群れで歩くんです。そっちが普通のことです。それが生き物なんです。一列に並んでね、前の人にくっついていく。で、今ね、自由に稽古しましょうって言ってやっていても、どうしても前の人の真後ろに行くんですよ。窮屈だろうって言ってもやるんです。不思議ですよね。で、そういう人が自由だ平等だって言ってもダメです。体にないんだもん。生きないんですよ言葉が、うん、これはあの僕はこういう僕の気持ちっていうのはお芝居やるときに使っているというか、そっちが正しいって僕は信じ込んで、あのそういう役しか引き受けないわけですけども、実は自分にできる、自分がまともにセリフが喋れる役はやってみたいと思って引き受けるようにしてるんですけど。でもさっき、まあ、あの楽屋でお話したんですけど、今もあの藤原氏をやってらっしゃるんですが、あのミンさんだけ今の役者さんがこう演じているって感じが全然なくって、昔の人がそのまま出てきて本人が喋ってるって、きっとこんな人だったんだろうなと思ってそこにいるっていう感じがしませんか。皆さん、ミンさんだけはタイムマシン乗ってきてるんですよ。だから後の人は そこら辺でなんかハンバーガー食べた役者さんが突然こうその時代の人になりきってやってるっていう、だからそのものであるっていうのがあまりにも、だから本当にその人にその人を生きてる感じ、演じてるんではなくて、そういう感じがします。はい、そうですよね。うん、あの一人でのタイムマシーン、ま、いやいや、あの役が来て一番楽しいのは、この人はどんな体をしていて、どんな歩き方をして、どんな首、あの顔っていうのは鼻が上向いてる人と首がかしがってる人とか、顎をうんと引いて生きている人とか、肩が前に出ている人とか、下がってる人とか、肩をうーんと横にこう広げようとして生きてる人、一生そういう自分の癖をみんな抱えて生きてるんですね。だから秀平もきっと何かあるわけです。でそれを一生懸命ああだあるもないこうでもない考えていて、そしてあよしこの調子で行こうって、これで行こうってこう決まると、もうそこら辺から秀平になっていくのかな。ですセリフは一番最後にやります体を自分で納得できれば、その体から声を出して喋ればいいわけですから、そうすると自然に体のポジションっていうんですけども、体が持ってるポジションが言葉の速度っていうのを決めてくるんですよね。
でそれはそれを発見するとわあ得した嬉しいっていうふうに思うこともあります。人はやっぱりみんな本当に唯一無二で、その人土方さんっていう人は本当に真似が上手な人、真似が上手、バーッと見ててあの人はこうでしょとかって言ってねやってみせてくれるんですよ。そうするともうあっうわーって言って、ですからその私という特徴がないダンスっていうのがやっぱり実は見てる人はそれが私その人なんだっていうふうになるんだけど、ないということはありえないんですよね、あるんです。ただそれはより透明に近かったり、より深みに近かったり、より高みに高かったりしていて、いわゆる日常から踊るときに駆け上がったり駆け下りたり、あるいは掴み取ったりするような、そういう空間が体の中に生まれていく、それが多分あの踊りの醍醐味のような気も僕はしてますけど。であのちょっと時間がさっき巻きが出てきたので、あの今日のもう一つの、まあ、私がお伺いしたかった、さっき楽屋でもちょっとお伺いしたんですけれども、あまだ話したいの、はいどうぞ。いやいや、はい、電車で帰れますかね今日。はい大丈夫です、9時ですから。9時の電車ですよね。9時ですか、はい、まだあの駅に行くまでなので、まあ、8時半まで OK なんて言うと、いやいや、ダメ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 、嘘です。はい、あのいやそれでそれは大丈夫です。であのあそれでも一応農業を、まあ、されていて、あの大変本当にあの繊細に土とかあの作物が育てる様子を本当に私もミンチャとかいただいて美味しくいただいてるんですけど、あのだからその農業をされていることがやっぱり自分の身体を知っていくことにとって非常に大事、あるいは自分の身体を作っていく、っていうことは非常に大事だとおっしゃったので、ちょっとそのことについて皆さんにお話しいただけると。はい、まあ、あの今度はあのこの金沢でもいよいよこの名付けのない踊りっていう、はい、皆さんチラシがお手元にあります。はい、ぜひ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 見ていただきたいと思います。僕の働いている畑とかそれも映ってきますので、はい、これですね、はい、少し今日喋った今日のはうんと喋ってますけども、僕の踊りのことが少し分かっていただけるんじゃないかと思います。いずれこの美術館にもいつ来るか分かりませんけども、あの僕の一番自由な踊りを見ていただける機会が生まれれば ありがたいなとは思っておりますけども、あの農業っていうのは僕にとっては一つは割合父親が農家の次男坊で、跡取りをしなかったわけですけども、ずっとなんかよく世間によくある話ですけども、長男坊が全部後を継ぐんですけども、長男坊はほとんど農業に愛を感じてなかったと親父は農業やりたかったっていうんで、あの小さな庭であの土いじりを小さい頃親父がしてるのをあの見て、大きくなったらやりたいなっていうふうには思っていたことは確かなんです。で、まあ、僕の周りに若い人がいっぱい集まって踊りをやろうってことになって、でみんなアルバイトで苦しんで、そして疲れた体で一緒になって稽古してるっていう、こうこの矛盾っていうか、一番好きなことやってんのに疲れてるっていう、それの矛盾を解消するのは同じとこで一緒に働いていればいつでも休憩取って踊りの方に移れるねっていうような、それが農業だろうっていうようなことで、考えたわけですけども、もちろん踊りが生まれた現場っていうのは間違いなく第一次産業といいますか、労働の中から生まれてきたっていうことももちろんあるだろうし、それよりももっと昔はどこでもかしこでも踊りが生まれていたに違いないとは思いますけど、あのそして農業をやるようになったんですけど、初めてもう早速もうびっくりしたのは、あこれはもう ほとんど土っていうのはもう本当に生き物の宝庫であり同時に墓場であるっていう、この両方を持ってることがもうすごい気に入っちゃって、それ世界中と全くつながってるっていうか、そのことに一番最初は夢中になりました。で植物というのはある時地球は植物に見事に覆われていた時代を持ってますよね。
で植物は本当にモンスターだし、今でもモンスターだし、植物の持つ力っていうか、この特に、江戸から明治にかけて日本人は植物にものすごく力とパワーと霊性を感じていたっていうのが、僕の友達の京都の呉服屋さんだとか帯屋さんとかやっぱり植物にすっごく頼るんですね。でその証拠に第一、昔の家紋って全部植物じゃないかっていうんですよ。植物の力、霊性にやっぱり日本人は本当はものすごく頼っていた時代があったんですね。それどっかで捨てちゃって、ヨーロッパなんてワシとかね、なんか強いやつばっかりやるんですけど、日本はなんか笹だったりね不思議ですよね。家の門が、あれはやっぱり今の人、私たちよりもはるかに昔の人は植物と縁を感じていて、まあ日本でも植物のことをいろんなところのお年寄りたちは知ってますよね。もう怪我する、ああこれ塗ればいいとかね、僕も小学校の時にこれ塗るとか結構早くなるなんていうやつも教わったりなんかしましたけど、まあそのいわゆる農業っていうふうになるといっぱいこう言いたいことはありますけれども、僕が一番関心持っているのは生き物としての植物と付き合い切ることが僕には一番面白いです。それでやっぱり彼らはかなりこっちを、僕たちを見てるっていうのはもう確信があります。へそ曲げたりね、喜んでくれたりしてます。まあそのくらいで、で畑で働くっていうのはものすごいハードトレーニングなんで、あえて僕は踊りの稽古の場にしてます。どうもありがとうございました。本当に生命が皆さんみなぎってくるようなお話だったと思います。まだまだお話を聞いていたいですけれども、これで本日のミルジャクの部屋、田中泯さんを終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。